여기서 교육을 시작해. じゃない? 何のやつ?体育の? 体育の? スポカヤシ こんなのなかった。数学の先生っぽい。めっちゃ。いや違う。いや絶対違えよ。 あの人体育だわ。 次の試合勝てそう。両太郎。いや、なんで。これ抜いた。え？これ抜いた。いや、いや、それ、羞恥心捨てとこうかと思ったわ。聞いた。誰それしようって言い出したやつ。センスやろ。いや、よう両太郎来たなと思って。
係の亮太郎さん、今どんな感じですか？そして今、負けてますね、結構。何対何ですかね、今。分からない。分からないんですか？分からない。先輩方の調子とかどんな感じですか？いやでも今、7対13で負けてますね。あ先輩方の調子とか、一人ずつ、どんな感じか。そうですね。トモヤさんはちょっと最近見かけなかったので、やっぱちょっと衰えを感じてましたね。釣りに行ってるのか、就活してるのか分からないですもんね。そうですね。そしてサトルさん、昨日来ましたけど、で、まあ、ちょっと今日も行けるかなと思ったけど、今日ちょっとサトルさんも調子があまり良くないですね。サトルさんなんか最近土日よく来るなという印象なんですけど、噂によると彼女と別れたっていう。そうですか。動画入ってきましてね、1週間前実は大学内で女の人と2人でいるところを見てしまったんですよ。さすが遭遇率ナンバーワンの状態ですね。微妙が会いたくない率もナンバーワンでしたね。いや自分は普通に通ってるだけなんですけどね。ちょっとそう言われたら心外だな。柴子さんは、柴子さんは結構毎回来てくれるんですけど、どうですか、今日はまだ目立った特徴はないですね。あ、まあ、これからですかね。翔一郎さんはどんな感じですか？翔一…いたって…いたって…まあ、全く練習に来ず、可もなく不可もなくプレーができて、まあすごいことなんですけど、まあ、到着したのはもう1試合目が終わってからっていう…そっか、人としてどうなのっていう面がありますね。だから1試合目、昭和さんが出てたんですね。そうですね。1試合目終わってから、ひどいのか。でも今何体だ？だから。柴田さんのサーブです。特に目立ったとこはない柴子さん。お、あ。うい。試合も楽に勝てました。本当ですか？マサさんの調子良かったです。よろしくお願いします。そうですね。調子は普通ですね。普通ですね。あでもトモキとカツキがすごいですね。毎度うまいうまいです。カツキはどこでも拾うし、トモキはなんかレッドギアードプレーが本当すごい。そう。押し合いも勝てるし、押し合い強いもんね。はい。ブロックもすごいし。亮太郎は？俺もサーブカットに専念してます。ゼロ本。第4クォーターのチームのお呼び出しです。